今日はですね、これ新しく買ったスパルコのバケットシート、こちらをインストールしていきたいと思います。じゃーんと、まあ、バケットシートなのでよっ、まあ、座り心地はね抜群ですよね。まあ、これですごく運転が楽になると思うんですけど、スパルコはイタリアのでレカロとちょっと違う感じですね。まあレカロ高いですけど、スパルコは結構リーズナブルですね。このシートがね、ここがね、さっきツッチーさんのと比べたらちょっと薄いんですけど、まああとはどんな感じかつけてみたいと思います。でつけるのはシートレールはレカロで、サイドステーですね、バケットの隣ですけど、これがブリットということで、 3つのメーカーで使うということで、レカロ、これがブリットで、スパルコっていうことで3つ違うメーカーを使うということですね。まあ最初ね、これレカロにしようと思ったらちょうど昨日見つからなくて、でこれすぐアマゾンで翌日配達だったのでこれにしてみました。でこれはサイドステーは L 字じゃなくてこうなってるやつですね。だから外から見えないっていう感じのですね。これをつけていきます。でレカロはこんな感じで、これねレカロね3段階ね高さ調整できるんですけど、ここさっきツッチーさんの見たらやっぱり一番下だったので一番下にしたいんですけど、一番下にするとどこだっけ、ここだ、ここがね当たるんですよ。なのでここカットしないといけないですね。まあ、まずここをカットして、で一番下で組み立てていきます。ということでまずはこれを外して、これか、これを外してここをカットすると、そこから作業が開始と。まあ切るのはここ1箇所で、あとは全然大丈夫ですね。ここを切ると、これマーキングしとかないとね、違うとこ切っちゃったら大変だからね。まあ大変でもねえか、よいしょ、切るのはここと、グラインダーでね、グラインダーカッターで切って砥石で磨くと、たったそれだけのことです。切るところはここですね、ここ、こんな感じで切っていくか。こんな感じですね。ここに真ん中にフレームが入ると、こうフロントがこっち、フロントがこっちで、これをつけると。レカロのシートフレーム、この厚みがね、まあしっかりしている分あるので、意外とシートが下がらないっていう人が多いですね。まあスパルコはさらに下がりにくいなんて言ってる方がいるので、でこの幅が406になるはずなんだよな。406だね。やっぱりシートレールの幅って、シートレールの幅ってこれね、規格で決まってて、だいたい406になるはずなんですね。シートを先につけるのがいいのか、それともフレームを先にボディにつけるのがいいのか、まあ取説見てもあんまりよく書いてないから。3段階で入れられるんだな、これ。これはこっちから入れるパターンだな。よし、これでこれがつきましたね。でこいつを引っ張ると、押すのか引っ張るのかっつったら引っ張るんだろうな、普通の。よいし
これで出して、これでフレームをつけるぞ。これがシートのスペーサー3個ある。なぜ3個なんだ。でつくのかっていうと、ここにもスペーサーを入れないと、ここにもカラーが必要なんじゃねえの。もうピッチは一緒やな。ピッチは一緒やけど、このワッシャーじゃ薄いっすね。組み立てがね、レールだけ終わりました。スペーサーのところがなんかね、この3枚の 5mm のカラーがあったのは1,2,3 枚と。でここはフレームで当たってる、このシートベルトがね、このフレームで当たってるからスペーサーがいらないという状態ですな。このシートレールが406なので、こっちが396、こっちも396ということで、シートバケットシート自体は386と396なので、フロントはスペーサーなし、リアがこの5mm を、 5mm、 これ4mm だな。406-406じゃねえのか、これ396なんだ。だから 10mm だから 5mm のスペーサーが本当必要なんだな。 5mm か、残念、これ 4mm だよ。 5mm 買ってこないとダメだな。これまっすぐだもんな。今日は昨日の続きです。今日ねシートの固定ボルトを買ってきたので、まあ、ちょっとこれでシートをつけています。で長さがこれはこっちレカロみたいにこう絞られてないので、まっすぐなのでね、ブリッドこっちがなので 10mm 狭いですから、間にカラーを入れると。でこのカラーを間に入れてシートを固定してみましょう。そしてこれをこんな感じでつけていくということで、よし。シート取り付けた後に今度シートベルトつけるんですけど、シートベルトのここの穴がですね 10.3 なんですよ。でレカロ標準のがこれが 10.9 なので、 11mm の穴を開けないといけないと。なんかね、付属ではこんなリングがついてたんですけど、見えるかな、こんなリングね、取説見ると使わないですね、こいつはなしで、これとこれとあとナット、あれ？これしか使わないですね。なのでこれで締め付けると24ですね。まあ、シートベルトとりあえずついたので、これでね、まあ、あと配線はしてないですけど、シートベルト
まあ、ここが擦れるのでここにサポート入れとかないと、まあ、ここが擦れて切れちゃうっていうやつですかね。まあ、そこのサポートは買ったんですが、まあ擦れるんだろうな、安いやつだからな。まあ、シートも結構いい感じでね移動して、まあ乗り降りが確かにこの今までのサイファーのリクライニングするセミバケよりも乗り降りはしにくいですけど、ホールド性が抜群ですね。一応つけた状態こんな感じですね。これね、幅が肩幅のショルダー幅56センチなんですけど、ほんとね56でギリギリなんですよ、アバルトって。なのでこれで今締めるでしょ。そうするとここにもう指入らないぐらいぴったりですね。ぶつかってはいないんですけど、あ、シートをバックするとぶつかるんだな。よいしょ。着座位置でここ、着座位置でこれギリギリね、ほら見えます、隙間。そうすると分かるかな、この辺りね、ほんとギリギリなんですよ。なのでこれシートをちょっとバックするとね、もうここにぶつかるんですけど、乗ってる状態ではぶつからない感じ。なので乗り降りする際にバックさせて置いた状態で締めると、ここがちょっと若干こう、まあぶつかる感じなので、ぶつかるとこの辺が擦り切れてくるかもしれないですね。